ちょっとね、サムネイルの方はね、過激で、秋山を外すみたいな感じでね、吉彦さんのチャンネルになっていたんですけども、しっかりね、動画を見ればその意図というのが汲み取ることができましたんで。キューティーです。お疲れ様です。今日は1月18日ということで、カープラボスタートしていきたいと思います。はい、今日1月18日ということで、Google でちょっとね、調べ物しようかなと思って、Chrome を開いたんですけども、その時に検索窓の上にありますね、なんかイラストみたいなのがいつもあるんですけども、そこがですね、なんか野球のイラストだったんで、何気なくクリックしてみたら、今日は衣笠さんのね、誕生日ということで、そこにね、ピックアップされておりました。はい、まあ偉大な OB のね、衣笠さんの、今日はね、誕生日だったということで、やっていきたいと思うんですけども、そんな、偉大な OB つながりでいきますと、今日の動画ですね、ドンということで、高橋義彦さんが、運営しております、義彦チャンネルでですね、池田さんと対談をしておりまして、まあこちらのね、動画非常にね、面白いものだったので、まあ今日はこの動画を見た、感想文といいますかね、読書感想文ならぬ、視聴感想文といったところをね、やっていきたいと思います。まあすでにね、ここのチャンネルご覧になっている方は、義彦さんのチャンネルも、ご覧になっているというふうに思いますけども、まあ自分のね、感想を交えながら、ちょっと喋っていきたいなというふうに思います。はい、で、池田さんなんですけども、ちょっとね、恥ずかしながら自分あんまり、存じ上げておりませんで、ちょっと調べていきますと、この字で池田千佳房さんと読むんですね。はい、で、阪神タイガースに入団して、その後、福岡ダイエーホークスに渡りまして、最後はヤクルトスワローズで現役を終えられているという方なんですけども、まあ、この2人のね、掛け合いが非常に面白くて、両者ともですね、カープへの愛が非常に溢れておりまして、まあ感情ばっかではなくて、現実的なところも見据えながら喋っているというのでね、非常に面白い内容になっておりましたんで、ぜひね、URL も貼っておきますし、カードもね、付けておきますんで、まあそちらの動画まだチェックされてない方はね、ぜひチェックしてみてください。はい、まあこれ営業妨害にはならないと思いますんでね、YouTube の規約にも多分触れていないと思いますんで、まあこの動画を見て、そちらのね、本家の、よしひこチャンネルさんを見ていただければ、喜んでいただけるというふうに思いますんで、今日はよしひこチャンネルを見ての感想という形でやっていきたいと思います。はい、ということでこちらのチャンネルは広島カープを応援していくチャンネルとなっておりますんで、カープファンの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さんでカープへの愛を深めていきましょう。はい、ということで、本題の方入っていきたいと思います。はい、で、高橋義彦さんと、池田さんがですね、まあ2人でデータを見ながらね、今日は喋っていくという内容になっておりました。はい、で、まあまずはですね、防御率を見たところで義彦さんの感想で、まあ防御率自体悪くないんじゃないかと、先発の防御率もチーム防御率も、中継ぎリリーフ陣のね、防御率も悪くないんじゃないかなということでね、まあこの成績でね、なんで5位まで落ちたのかなというふうにね、不思議がっておりました。はい、その他の数字を見てって、やっぱりね、まあ皆さんが思ってる通りなんですけども、盗塁がね、少ないなと。で、まあ盗塁することが全てではないんだけど、やっぱりね、盗塁含めた走塁意識というものが弱いかなというふうにおっしゃっておりました。はい、まあ盗塁することはね、本当に全てではないんですけども、相手にね、こういろんなプレッシャーをかける意味ではね、やっぱり盗塁というのもね、一つの作戦になってきます。ノーアウトでランナーが出ます。ここはバントかな、盗塁かな、普通に打ってくるのかな、なんかなと、相手にね、バッテリーに思わせることが大事だと思いますんで、まあ去年でいきますと、バントかなと思わせて、そのままバントするということでね、まあ相手のバッテリーも非常に楽かなというふうに思います。まあとりあえずね、セカンドまで送って、そこから次のバッターを抑えればいいやというふうにね、割り切れますんでね、非常に相手のバッテリーとしては攻め方としてはね、楽になってくるところなんですけども、まあ今年からですね、盗塁であったり、強攻策であったり、バントであったりといったところね、相手をね、本当に何やってくるんだ、何やってくるんだ、バントだったらストライクをね、簡単に取りに行きたい、でもそれやると打たれてしまう。みたいな感じでね、いろんなところでプレッシャーかけれるといいかなというふうに思いますんで、吉彦さんもそのようにおっしゃっておりました。はい、で、まあその流れでですね、いい意味で型にはまるなということなんですけども、まあ野球はですね、水のように形があってないようなものでね、その時々その状況でね、もう1球投げたら、もう1秒経ったら、いろんな形に変えて作戦を考えていかなくちゃいけないということで、まあ先ほどね、バントと決めたらバント、エンドランと決めたらエンドランということではなくて、もうその時々一瞬一瞬のね、空気によってやっぱり形を変えて攻めていこうというふうにおっしゃっておりましたね。はい、で、その後ですね、数字だけ見たらやっぱりこれ優勝してもおかしくないんじゃないかなと。まあ全チームですね、ドラゴンズだけはちょっとね、落ちる部分もあったんですけども、まあその他上位のね、4チーム5チームですねを見ると、皆さんね、どっこいどっこいの数字だということで、これはもうね、選手の起用だったり作戦だったりということでね、簡単にひっくり返るような順位じゃないかなというふうにもおっしゃっておりました。はい、で、この後ですね、今日のメインとなっております、秋山選手のところに行きますね。で、外野で行きますと、西川選手、秋山
山選手、そして野間選手というのがやっぱりね、レギュラー候補の一番上に来ているとは思うんですけども、その中で、吉彦さんの意見としては、上本選手を使いたいというふうにおっしゃっておりまして、じゃあ上本選手をどうやって使うんだとなったら、もう秋山選手を外すという選択肢もあっていいんじゃないかなというふうにおっしゃっておりました。まあそれに対してですね、池田さんもちょっとびっくりした表情を見せていたんですけども、まあ吉彦さんのね話では、もう成績がやっぱりね、最初スタートは当然ね秋山選手で行くよ、ただ成績が悪かったりね、調子が上がってこなかったら、外してもいいんじゃないかなというふうにおっしゃってたんですけども、まあそこから池田さんのね、ツッコミはもう入りまして、まあそれで言ったら秋山選手に限った話じゃなくて、西川選手もそうだし、野間選手もそうだし、菊池選手もそうだし、マクブルーム選手もそうだし、成績が悪ければね、当然外されなければいけないだろうというふうにおっしゃっておりまして、まあ秋山選手限定ではないよというふうにおっしゃっておりまして、まあそこで行きますと、その成績が落ちたから、次のね、選手を出すというような、このネガティブなね、この入れ替えではなくて、やっぱりね、若手選手がね、どんどんもう押し上げてって、ちょっとしたミス、ちょっとしたね、気の抜いたプレーなんかを見せた時にはね、すぐ若手がもう行くよというような感じで、選手のね、入れ替えがある方がいいんじゃないかなというふうにおっしゃっておりました。もう打率がね、2割そこそこだから、もう見渡して交代するかとかではなくて、もう3割打ってるけど、ちょっと気の抜いたプレーしたらね、もうすぐ中村健人行けとか、末金行け、堂林行けみたいな感じがね、理想で、そこからね、変えられた選手、変わって出た選手は、そこからもうレギュラーを奪ってやるんだという形でね、どんどんレベルアップしていくことがいいんじゃないかなというふうにおっしゃっておりました。まあ、ここで行きますと、去年ですね、ピッチャーの方になってしまうんですけども、まあ、大瀬良投手が、コンディション不良、そして栗投手も、成績いまいち良くない、そして、アンダーソン投手もどっか行っちゃった、床田投手怪我したという形でね、で、見渡したら、まあ、今だったら大道投手かな、その後野村投手かなの感じで、消去法で、先発ローテに入れていたというような印象がありましたね。そうじゃなくて、もうちょっとでもね、成績落としようもんならもう俺が行くぜみたいな感じで、下でね、準備してくれる方がやっぱりチームとしてはね、レベルが上がっていくということなので、まあ今年はね、そういう形でやっていってほしいなというふうに思います。なので過去の成績にとらわれずにね、もう悪いなというふうになりましたら、すぐね、もう若手であったりね、もう 1.5 軍といいますか、控えの選手がバッと出てきてほしいなというふうに思います。はい、では後半行きたいと思います。ドンということで、まあその後ですね、また数字の方を乱しまして、やっぱり成績でいきますと、交流戦の成績がやっぱり悪いなというふうに ありまして、まあこれはね、ファンの皆さんもね、当然そう思っているんですけども、やっぱりね、交流戦最下位ということでね、痛かったんですけど、ただ長いシーズンを考えると、やっぱり交流戦だけにこだわっても良くないんじゃないかなと、まあ、交流戦にこだわってね、交流戦何度か勝ち越した、でもシーズンね、他のリーグ戦を負け越したとなってしまったら、意味がないということで、やっぱりシーズントータルで考えようというふうにおっしゃっておりましたね。まあ、ただですね、やっぱり交流戦ね、なんとか対策してほしいなというふうに思います。まあ、なんとか5割目指してね、とりあえずは5割目指して、悪くても負け越し1個か2個ぐらいに留めてほしいなというふうに思います。で、去年でいきますと、その交流戦でね、ガーッと落ちた影響で、その後のね、セリーグの再開後もね、そこをなんか引きずって、なかなか上がってこれなかったと。せっかくね、前半バーッとセリーグ相手にはね、いい感じでいったのに、交流戦で落ちてね、またそのね、セリーグに戻った時にガッと戻ってくればよかったんですけども、交流戦でね、勢いを落としたものがそのまま、リーグ戦再開後もね、落ちてしまったということでね、痛かったんで、そういう意味ではね、やっぱりなんとか5割ぐらいでね、落ちてもギリギリぐらいだというところで、粘ってほしいなというふうに思います。はい、その中で、まあ、采配で勝てる試合というのは年間5試合ぐらいしかないということなので、やっぱりね、選手に頑張ってほしいということもおっしゃっておりました。はい、で、まあ、その采配と言いますと監督なんですけども、まあ、今年でいけば、新井監督にね、変わったということなので、まあ、去年までね、笹岡監督があまり目をつけてくれなかった選手ともいると思います。これはね、あまり言いたくはないんですけども、まあ、そういう選手も実際いるとは思いますんで、まあ、監督が変わったんでね、ここはね、もう目の色変えて、頑張ってほしいというふうにおっしゃっておりました。まあ、新井監督はですね、就任会見でもそうですし、秋季キャンプの、ね、初日でもそうですけども、もう本当にね、もろ手を広げて、懐を開けて待っているよというような、ね、雰囲気を出してくれましたんで、もうしっかりね、若手の選手、アピールが必要な選手はそこに飛び込んでいってほしいというふうにおっしゃっております。で、そういうのでね、若手の戦力が底上げができましたら、優勝もあるんじゃないかというふうにね、池田さんもおっしゃっておりました。ダークホースは広島、優勝もあるぞというふうにおっしゃってくれてましたんで、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。で、まあ、ちなみにね、吉彦さんも俺も優勝って言っとるぞっていうふうにおっしゃってたんですけども、まあ、あなたの場合は、毎年言ってるから当てになりませんというふうに一蹴されておりました。はい、そんな中で池田さんが考えるキーマンといったところでいきますと、秋山選手ですね。はい、秋山選手が今年弾けたら本当にカープ順位はね、もうグッと上がってくんじゃないかなというふうに予想されておりました。ライオンズで日本記録をね、樹立するというような活躍をして、そこからね、
海を渡って MLB 行って苦労して、去年も、シーズン途中でカープに加入して、苦労していたことを見ますと、もうあれだけの、ね、実績のある男はここは黙っちゃおらんだろうと、四苦八苦していろいろ試して、今年はねまたここ目の色変えて頑張ってくるだろうということで、それでねまた秋山選手が首位打者、争いするぐらいの、ね、活躍をしたら、あのカープの、ね、もう優勝もあるんじゃないかなというふうにおっしゃっておりますので、ね、もうこれは本当に期待したいなというふうに思います。まあ、ただ打順に関してはやっぱりね1番がベストなのか3番がベストなのか2番に入るのかといったところね結論はまだ出せないというような、ね、感じも言っておりました。はい、その他ですね、まあ、その秋山選手がね弾けたらということなんですけども、やっぱり若手の底上げと、やっぱりと声を裏返ってしまいました。はい、やっぱり若手のね底上げというのも絶対必要になってくるということなんでね、一人でも多くの選手が、出てきてほしいというふうにおっしゃっておりました。まあ若手ではないんですけども、その中で名前出たのが堂林選手であったりとか、中村選手というふうにおっしゃっておりまして、まあそのね、あの動画の中で中村選手と言った時には翔征選手のね、顔写真が出てきたんですけども、自分の中では健吾選手かなというようなねところを想像したんですけども、まあこれはちょっとハテナままにしておきましょう。はい、でそんな中ですね、やっぱり最後もう一回数字の方戻りまして、やっぱりチーム打率こんだけいいのになんでだろうねというような話になりました。まあ、そこでいきますと、やっぱりホームランが少ない、盗塁が少ないというところなんですけども、まあ、タイガースでいけば、盗塁はねダントツ1位ですし、投手の成績もねダントツ1位なのに、それでもやっぱり3位だったということも考えますと、やっぱりいろんなところね、なんですかね、噛み合えば噛み合わないと優勝できないというふうに考えておるということで、まあ、スワローズでいきますとね、ホームランはダントツだった村上さんがね、ああいう本当に神様と言われるような活躍したというのもあるんですけども、やっぱりねいろんな部分で噛み合って、作戦も噛み合って、系統も噛み合ってというところがないと、やっぱり優勝というのは難しいというふうにおっしゃって一方でやっぱりね今の成績でもやっぱりもうちょっと上には目指せるということなので、もうしっかりね、まあ、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、でまあ昨日もちょっとね喋ったんですけども、まあ、各選手がねやっぱり 10% 成績をねアップさせることによって、順位もねもう本当に躍進するというふうに思いますので、頑張ってほしいなというふうに思います。そして最後ですね、まあ、新井監督に期待するところということで、やっぱり将棋の駒に例えまして、将棋の駒はね気持ちはない、ただ打つ人によって動きが変わるだけだけど、野球でいきますと選手一人一人に心がありますんで、もう駒プラス心ということで、その、ね、選手に気持ちを、ね、高めてプレーさせてやることが、大事じゃないかなというふうにおっしゃっておりました。はい、まあ、自分も、ね、前の過去の動画で、ね、そういうこと喋ったんですけども、まあ、新井監督にはやっぱり、ね、選手のモチベーターというかメンターというか、ね、とにかくモチベーションを高く、プレーさせることに専念してもらいまして、作戦の方は当面藤井ヘッドに、ね、任せるのもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、コーチとしての、ね、経験も豊富なので、まあ、今シーズン、ね、中盤か後半ぐらいまで藤井さんに任せて、新井さんが、ね、監督として慣れてきて、采配の方でも、余裕を持って、ね、やれるようになってきたら、新井さんが、ね、どんどんそういう決断をするのもいいかなというふうに思います。なので、まあ、今年も前半中盤、まあ、遅くても、ね、来年ぐらい遅かったら来年でもいいんで、まずは今年1年特に最初は、ね、藤井さんにそういったところを任せてもいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで今日はですね、高橋義彦さんと、池田さんのこの対談といいますかね、YouTube でコラボした内容についての感想となりました。もう本当ね、冒頭も申したんですけども、2人ともですね、カープへの愛というものがね、非常に感じられましたので、ね、見ていてもう本当に清々しい、すがすがしいね、気持ちになった動画でございました。ぜひね、皆さんそちらもね、チェックしてみてください。ということで、まあね、ちょっとね、サムネイルの方はね、過激で、秋山を外すみたいな感じでね、義彦さんのチャンネルなっていたんですけども、しっかりね動画を見ればその意図というのが汲み取ることができましたんで、よかったなというふうに思います。はい、ということでね、まあ、2人の動画見てますとカープね、今年優勝しなくてもいいよみたいなね、気持ちでいるんですけども、優勝しちゃうんじゃねえかなというふうにね、ちょっと気持ちが変わってきた動画でございました。今日も最後までご視聴ありがとうございましたの、やっちゃうよ。はい、ありがとうございます。失礼します。